曲やってみたいと思います。それでは聴いてください、わがまで小さな約束。夏の向こうで一年後二人に宛てた手紙にはなんて書いたか覚えてないけど、きっと好きだよとか焼けてしまうようなフレーズを書いたんだろう。配達のしてみはもちろん二人の記念日だって、以上に幸せな二人で